はい、それではですね、タラの陽平さんスペシャルインタビュー第2部ということで、タラさんよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回ですね、前回は、アニメや洋画のお話をいただいたんですけども、今回ですね、声優というお仕事についての部分をちょっと深掘りして聞いていきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、お願いします。お願いします。それではですね、早速、月並みなご質問にはなってしまうんですが、声優というですねお仕事を、されようと思ったきっかけみたいなのは何かあるんでしょうか。それは大きく言えばテアトルエコーっていう劇団に入ったからなんですよね。はいはいはい。それはその友人の勧めで、はい、あのテアトルエコーって喜劇をやってる劇団だから、はい、あなた向いてるよって言われて、はい、受けたんだけど、はいはい、いや入ってみたらもうそうそうたる、レジェンド声優っていう、そうそうたる人がいたわけ。はい、だから声優になるべくしてなったっていう、エコーに入ったら、はい、仕事は声優の仕事なんだよね。ああ、そういうことですね。でもそのままこう声優の道にっていう形、うん、そうそう。だただそのみんながみんな声優になれるわけじゃなくて、はい、エコーに入ったからっつって、はいはいはい、そっからはやっぱり自分が声の仕事するなんて思わずに入ってるわけよね。だからその喜劇がメインだって言われて行ったものの、はいはい、そこにいっぱい声優さんがいて驚いたけど、はい、でも自分が声優になれるとかは思ってないのよ。まだ、はいはいはい、まだ思ってないのよ。最初の10年ぐらいは、はい、舞台ずっとエコーの舞台やりながら、はい、さっきから言ったようにポテトとかそういう役も順調にもらえてたから舞台立ちながら、はい、やっぱりあの映画やテレビに出る顔出しの俳優さんを目指してた、はい、あ、そうなんですね。もちろんもちろん。だけどやっぱり結婚して子供もできて経済的な理由とか、はい、そういうことも入ってきて、いろいろ分かってくるじゃない。事務所的にはやっぱり声の声優の仕事とのつながりが大きいわけよね、テアトルエコー。はいはいはい、先輩がそうだから、はい、そこから映画やテレビに出ようったってなかなか難しいよね。こう事務所の特色みたいなところがあるっていう。そう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 。だから自分も声の仕事でやっていくしかないなってどっかで切り替えたんですよね。ああ、そういうことですね。なるほど。ちなみにこう、劇団に入られたってことだと思うんですけど、声優以外で目指した道であったり、もし声優になってなかったらどういう仕事をこう目指したかったみたいな、そういうのはあるんですか。だからさっきも言ったけど、テレビや映画に出るこう名バイプレイヤーになりたかったんですよ。あ、なるほど。あ、もう映画俳優になりたかった。映画俳優、うん、声優になってなかったら事務所を変わってでも、はい、そういう道に行くか、はい、もしくはエコー入る前に俺もともと日活撮影所の養成所に入ってたのね。はい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 。だからそこにずっと居続けた方が良かったのかなとかね。あ、何にしてもじゃあ演技に携わる仕事ってのは絶対だったんですね。あ、それはもう絶対よ。それはもう小学生の時から決めてた。あ、そんなに前からですか。うん。なんかこうなんかその学校の催し物とか、何かきっかけみたいなのは どういう機会だったんですか、小学校の時。俺って62年に生まれてるから、はい、1900、はい、70年代がちょうど小学生中学生高校生なんですよ。70年代ってね、もうとにかくテレビでほとんど海外ドラマか、はい、洋画劇場だったのよ、ね、日本のあのドラマとかより多かったぐらい、いろんな海外ドラマやってて、はい、映画も毎日どっかでやってた、どっかチャンネルで。で、やっぱ母親と父親が海外ドラマが好きだったんで、はい、逃亡者とかね、コンバットとか、はいはい、あ、懐かしいですね。謎の円盤 UFO とか、源泉周囲号とかね、はい、もう言い出したらキリがないんだけど、うん、それをもう見て育っちゃってるから、考えてみたら、だから声優っていうことなんだけど、はい、全然声優とは思わないで、はい、その映画に出る俳優さんになりたかった。そういうことですね。しかもお袋がね、はい、ある時決定的なこと言ったんだよ。はいはいはい。あんたね、俳優になりなさいち、はい、そしたらね、何回も結婚できるばいち言われたんよ。そうですかね。、うん、自分がね結婚に失敗したっていうふうに思ってるわけよ、お袋としては。はいはいはい、はいはい。だって俳優やったらええばい、何回もいろんな人と結婚できるんよって言われて、子供の俺にそうやって言うわけよ。決定的だったんですね。うん、何回も死ねるしね、いろんな人生生きられるって、おふくろに言われてから。役の中でってことですね。
もちろんもちろん役の中ですね。そうよ、もちろん役の中でよ。役の中ですね。はい。人気スターになってから何回も結婚するとかそういうことじゃない。そういうことかなと思いました今。いや、そういうことじゃなくて。ちなみにじゃあ次はですね、まあ、声優さんであったり、まあ、俳優で、顔出しの、お仕事もされてたと思うんですけど、その中でこうやっていて一番良かったことというかやりがいを感じたことってのは何になりますかね。だからやっぱり今言ったように役者になって声優になってよかったなと思うのは、はい、やっぱりおふくろが最初言った通りのことよね。ああ今おっしゃられた、ね、人生をいろんな役を通じて、はい、いろんな人生を生きられるんです。ただの傭兵の人生じゃちょっとありえないようなセリフも言えるしね。はい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 、はい。だから毎週ドクターメガパンクの収録行って、はい、もう嬉しいのは、まあ、もちろんそこだもんね。まあ原作の先生が書いてくれたもう素晴らしいセリフをさ、はい、いろいろ言えるわけよ毎週のように。そうですね、こんな嬉しいことはないよ。こう普通の生活でルフィなんていうことないですからね。こうちゃんと言葉として、ないし、ね、そうエッグヘッドに住んでてさ、はい、そこでいろんなことやれるんだ、はい、まあ、実際にやるわけじゃないんだけど、それを演じられるっていうのは、まあ、実際に やってるのと同じでさ。そうですよね。それであんたクリント・イーストウッドにもなれるし、ヨーダにもなれるんだよ。スター・ウォーズにもいけるし宇宙人にもなれる。こんな素晴らしい人生ないよ。本当ありがたいと思う。じゃあ続きましてですね、これはご質問であったどちらかというとキャラクター寄りのお話にはなるんですけども、ですね、はい、そのご質問くれた方はリック&モーティの作品の歌の中でですね、うん、ゲットシェフティっていう歌ですね、歌があったと思うんですけど、うん、そのあたりの結構個性的な歌詞が魅力の歌だったと思うんですけど、うん、ああいう、うん、まあそれに限らず歌っていうのってアドリブが入ったりするものなんですか、それとも完全歌詞台本、うん、アドリブ歌詞はね、あれは完全に、はい、翻訳者さんと、はい、音響監督さん、歌詞はね、歌詞を考えるのは、はい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 、ただし、はい、リック&モーティーは、はい、歌に関してはセルフ扱いだったから、あれは別撮りなんですよ。歌の専門家が来て、はい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 、でちゃんと譜面を起こして伴奏付きで、はい、歌収録するんですよ。セルフとは別にね、本当に歌の収録なんですね。そうだけど、はい、リック&モーティーに関しては、はい、もう歌収録じゃないのよ。あれもうセルフ撮りなんです。セルフ扱いなんですよ。セリフの一部な、はいはいはい、だから音程を譜面に取ったりとかはしてないわけ、はい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 、だから歌詞は翻訳者さんと音響監督さんが考えて作って、はい、あとふわりとかはもう全部俺たちがやる。だからそういう意味じゃアドリブ。まあでもよくあるよ、映画の吹き替えの世界では、はい、劇中に鼻歌程度の歌を歌うシーンなんてしょっちゅうあることなんですよ、はいはいはい、その程度によるんだけど、うん、だからそういう場合どうしても運び屋の時はクリント・イーストウッドが車の中で鼻歌を歌うシーンは、はい、もう原音処理だったけど、はい、ものによってはやっぱ声優が鼻歌もやる場合もあるんですよ。うん、でそういう時もセルフ扱いなのね。わざわざ音楽の先生が来て、はい、譜面を起こしてなんてやらないじゃない、だから別にリック&モーティーが特別じゃないよね。リック&モーティーはその流れでセルフの流れで撮ってるってだけで、うん、だから歌詞を起こしてくれてる場合もある。だから台本にね、はい、英語でね調べて、その原音を調べて、はい、歌詞を英語で台本に起こしてくれてる場合もあるし、はい、リック&モーティーの場合はそれを日本語にさらに翻訳して、はい、音響監督さんがうまいこと語呂合わせて、はい、歌詞を作ってくれてるわけ。なるほど、うん、でもそこまではやるけど、はい、そこから先のことはやらないっていうか、まあまあセルフ扱いでっていう、そういうことだから、リック&モーティーが特別なわけじゃなくて、はい、まあ、そういうことはしょっちゅう吹き替えの世界ではあるんですよってことよね。ああ、なるほど、日本のアニメとは違うじゃない、はい、向こうだから、そうですね、そういうなんか、うん、歌うシーン結構あってね、うんうん、そういうことです。ありがとうございます。ありがとうございました。今回のインタビューでですね、タラノさんのことをより深く皆さん知っていただけたんではないでしょうか。これからもですね、アニメ、ね、ワンピース、エッグヘッド編はベガパンク大活躍ということで、ぜひ皆さんですね、引き続き応援いただければと思います。よろしくお願いいたします。最後にですね、タロさんの方からこう直近のご出演作品など何かこう この場で、お話ししておきたいことなどありますでしょうか。いいですか。もちろんです。宣伝させていただいて、はい、ですね、まあ一番キンキンなのはですね、韓国映画で、はい、コンフィデンシャル国際協調捜査っていう映画がありまして、
主人公の一人人って役を吹き替えました。刑事ものなんだけど、アクション映画なんだけど、はい、まあ、よくできてる。もう本当にコメディ要素満載でね、はいはい、あテンポもいいし、うん、まあ、痛快ですよ。それはとっても面白いんで、ぜひ見てください、はい。それからですね、これ今度はちょっと暗い話なんだけど、はいはい、1923っていうハリスン・フォードさんが主役の、はい、パラマウントプラスのドラマが、今 U-NEXT で配信になっておりまして、はい、私はその中でジェローム・フリンさんが演じるバナー・クレイトンっていう役をやってるんですが、はい、これはあのテイラー・シェルダンさんっていう、まあ、制作者が作ってるイエロー・ストーンっていうね、はいはい、ケビン・コスナーが主役のドラマがまずあるんですよ、はい、そのイエロー・ストーンっていうドラマのスピンオフ、そのドラマの前の話、100年前のその主人公たちの先祖の話なんですよね、はいはい、1923年がどうだったか。もう一つおまけに、そのもっと前の1883年バージョンの1883っていうスピンオフドラマもあってですね、はい、これ全部が同じ人たちの一族の流れがずっと描かれてるドラマで、はいはい、まあね、もう面白いんだけど、はい、ちょっと見るの耐えられるっていうぐらい辛い辛い、うん、面白辛い、うわ大変だなっていうね、もうすごいドラマなんですよ。よくこんだけ作るなっていうね、いやまあ、でまあ僕ら世代、さっきあの70年代が私青春だって言ってましたけど、はい、その時代のアメリカの、まあ、ハリウッド事情っていうか、はい、まあ、ハリウッドスターがね、簡単に言うとテレビドラマには出なかったんですよ。あ、ちょっと下に見られたドラマって、はいはいはい、ドラマから映画スターになる人はいるけど、はい、映画スターがテレビドラマには出ないみたいな時代なんだよね、うん、俺の青春だから。俺もそういうイメージでハリウッドっていうところはそうだっていうふうに見てるから、そのなんだろう、ケビン・コストナーとか、はい、ハリスン・フォードが、はい、テレビの主役なんかするんだっていうのにまず驚いた。もう一つね、はいはい、シルベスタ・スタローンも、はい、ドラマになんと出てまして、これもやっぱパラマウントプラスで、はい、日本だとワウワウのオンデマンドっていう、はいはいはい、で見られるらしいんだけど、タルサキングっていうタイトルを、タルサキング、あ、これはもっとあの1923に比べると、はい、もっと痛快なギャングもの、はいはいはい、スタローンさんがものすごくいい味出してね。で私それの敵役 の, あのバイカーギャングをやってますから、吹き替えで、ね、いい味でこれもぜひ見ていただきたいと、はい、まあなんか、はい、そういうことですよね。あとはそうですね、まあこれあの最近もうとっくの昔に配信されてるんですけど、はい、ディズニープラスで、はい、マペットメイヘムっていうね、はい、いうのがあって、セサミストリートの流れを組むそのマペットの話なのよね、はい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 、でその主人公のドクター・ティースっていうのを私吹き替えてるんですけど、はい、そのドクター・ティースっていうのがエレクトリック・メイヘムっていうロックバンドを、はい、持ってるわけ、持ってるっていうか、まあ、自分もメンバーの一人なんだけど、はい、でそのロックバンドが、まあ、まあ主人公なんだよね、うんうん、ドクター・ティースが単独主人公っていう、ドクター・ティース&エレクトリック・メイヘムっていうバンドが主人公で、はい、いまだ70年代のまんま生きてるそのバンドの、はい、おかしな話を毎回あのやってるっていう、そういうコメディになってて、でいろんなその当時のロックをカバーするのよ、そのエレクトリックメイヘムが、はいはい、もうこれがもうほとんどプロ級でね、はい、これ役者がやってんのって演奏とかすごいんだけど、はい、そういうところも見どころだし、毎回いろんな神尾出演でゲストも出てますしね、はい、去年やった中で一番楽しかった収録かな、炎のデスポリスっていう、この DVD ブルーレイがあの最近発売になっております。はい、こちらもぜひ見ていただきたいんですけど、はい、グロテスクなアクションもの、おはこの主人公のジェラルド・バトラーを宮内敦さんが、はい、俺はここに映ってる殺し屋、はい、この人を控えてます、相対する敵キャラっていう形ですかね、そう面白いんでぜひ見てください。はい、はい、すいません長くなりました、以上です。はい、ありがとうございました太郎さん、ありがとうございました。タロウさんですね、X はこちらに、タロウさん X 精力的に活動されてますので、ぜひ皆さん登録いただければと、フォローしてください。よろしくお願いします。お願いします。それではタロウさん、本日はですね、貴重な機会いただきまして本当にありがとうございました。 ありがとうございました。長々と喋ってすいません。とんでもありません。今後もご活躍いただければと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあね、またね。